前後の切り替え動作の時にそのまま足を出してしまうと、これ膝の構造上こういった屈曲が起こります。これがための動作になって時間を失います。これ後ろ側も同じで、下がって前に出ようとするとこういった動きがまた時間を失います。さらにこれもよくあるんですけれども、ちょっと遠くにつくと地面を押さえる力が弱くなって、これもスリップしてしまいます。こういった状況を改善するために、後ろに下がるときには下半身を半身の状態にする。することによって膝は構造上こちらには曲がらないので、一気に止めて後ろに下がることができるようになります。あと後ろから前に出るときも半身にしてあげることによって、で内側のアーチで地面を押すことによって、こういったための動作がなくなって一気に前に出れるようになってきます。それをドリル化するために、ラテラルサンバの動作ですね、下がれ下がりたいっていう時にさっとこの動きができるように、この動きを体に染み込ませていきます。